こんにちは、癖が強い不動産研究所です。このチャンネルでは、ボロボロ、狭小、変わった間取り、ガレージ付き、タワーマンションなど癖が強い不動産を紹介していきます。変わった不動産を希望の方、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。逆に、普通の不動産を希望の方は、ご覧にならない方がいいかもしれません。今日の内見の場所は、神保町、駅です。神保町、駅より徒歩3分です。新お茶の水駅も9分で歩けます。今回の物件は、細すぎる部屋と、9平米の激狭物件です。2部屋ルームツアーいたします。今回の物件もなかなか癖が強い物件です。あ、物件に到着しました。これです。築6年なので、外観は綺麗です。なぜか歴史を感じるような外観です。建物は新しいのに。1階にカフェがあるので、下でコーヒー飲みたい時は、すぐ行けますね。ここに住んだら、常連になってしまうかもしれません。エントランスは、小さいですが、濃い緑色でアクセントを持たせています。宅配ボックスは、2個しかありません。ないよりいいですが、それでも少なすぎますね。もちろんオートロック仕様です。エレベーターないので、階段で行きます。今日も大腿四頭筋が鍛えられます。一部屋目は4階の部屋です。では、入ってみましょう。9平米の激狭物件なのに、玄関広いです。でも下駄箱はありません。あまり靴は、持ち込めないですね。スケスケなので、バレバレですが、玄関上がってすぐ左側に水回りがあります。温水洗浄機能付き便座です。しかし、スケスケなのは落ち着かないですね。トイレ正面は、シャワースペースです。狭いですが、窓があるのはいいですね。キッチンスペースです。いつもの洗濯乾燥機がついています。洗面がないので、洗面兼用ですね。上部は、棚があるので、収納できますね。メインのスペースです。約 3.2 畳です。洗濯物を干すのは、ここのようです。なかなか狭いですね。次は、こちらの部屋です。おお、玄関狭い。これは、今まで見た中でもトップクラスの狭さです。25センチメートルの私の靴を置くと、こんな感じです。3足置けないかもしれません。
玄関入って、すぐ右側に水回りがあります。トイレ、狭い。大きい人は、厳しいですね。こちらは、浴槽です。基本的にシャワーだけだと思うので、かえって浴槽がない方がいいのでは?と思ってしまいます。こちらは、キッチンです。右側部分は、棚になっているので、物を収納できます。そしてやはり洗濯乾燥機付きです。キッチンは、先ほどと同じ仕様です。居室スペースです。おお、細い。細すぎます。幅は、1.2 メートルほどしかありません。このスペースは、約 2.5 畳です。物は置けないですね。鏡があるので、多少広く見えるかもです。まあ、ほとんど変わりませんが。本当に狭くて、生活が想像できません。皆様なら、この物件、どのように利用、そして生活しますか?コメント欄にて教えてください。物件概要は、概要欄に記載しておきますので、家賃等はそちらでご確認ください。それでは、今日の物件の、苦節淀、を発表します。今日の苦節淀は、4、です。今回は、狭い玄関で、間取りが細すぎたので、4、としました。今回の物件、立地が神保町駅近、利便性が良く、結構良かったのでは?こんな癖が強い不動産を紹介していきますので、チャンネル登録をポチッとよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。